さあ、やっていきたいと思います。200cc、サンシャイン空港ということで、前パタテン青いね。はい、大丈夫。俺だけ赤っていう感じで。でも、キャラクターね、マリオ、結構前から使ってるんですけども、あい危なこれ前出れるから、ま、くっそ、もう、ケツコーラに当たっちゃったじゃねえか。普通に当たっちゃったよ。二つ無理だから、取ったのか。マグで、アイテムが潰れなかった感じですね。あー、これちょっと前投げて、いけ無理だよな。これさ、空中でさ、グライダーのとこで当てたらさ、だいぶすごいと思うんだよ。結構膨らんだ。さあさあ、アイテムね、しっかり一つでもね、取って、上がっていきたいんですけども、この順位で赤コーラか。ちょっと、難しいぞ、これ。でもしょうがねえから投げるしかないな、これ。さあ、ヨッシーさんを潰していくと。もう名前からしてヨッシーになってるんですけども。あー、サンダー、危ねえ。いや、キノコ吹っ飛んじったな。俺の大事な大事なキノコさんをね、返してほしいんですけども。もう、はもう、なんか、いざ実況になるとさ、危ねえ。セイヤさん、よろしくお願いします。現在3位まで上がった。1位のピックさん、早いな、これ。ちょっと絶対2つ取るよ、これ。2つ取って、コインもね、ここで10枚にしたいんですけど、無理でした。これちょっと使って、危ねえ、うわ、は俺の大事なさ、赤コーラ潰してくんじゃねえよ。もう潰されたんだけど、後ろからラグで。さあ、これキノコかよ、キノコ引きすぎ。まあ、ここでね、しっかり、いや、キノコやって、これはね、ショートカット、いやー、グダった、だいぶグダったんですけども、やべやべやべ、グダった、グダった、グダった、めっちゃグダってんな、これ。さあ、もう一回ね、溶けきてほしいんだけどな、多分引かないよね。さあさあさあ、2位かな、これは。さあ、もう一回、アイテム交換しても無理だね、これ。アイスター、この順位でスターかよ、マジで。